教員になってからは今16年をなんかついに来たなっていう感じがします。お願いします。元気ですか？元気です。よかった。汗だくですね。大丈夫かな。じゃあ6ターンからいきましょうか。はい、じゃあ行きます。不安はみんなが使いこなせるかっていうこと、生徒と大人も、まあ、でも期待の方がちょっと大きいかなと。せっかくの機会なのでいろいろ勉強できればなと思ってます。クラスルーム作りたいと思います。右上のプラスボタンを押します。クラスを作成を選びましょう。あ、こういうふうに使えるんだなって実際にやってみないと分かんないことが多いのですごく良かったと思います。授業で使い始めてからは今1ヶ月ぐらい、もう最初は大変で、やっぱりちょっと今はだいぶだいぶ楽になりました。おはようございます。おはようございます。一度に音楽の方でクラスルーム入れますか？開いてください。どうぞ。まだ行けてないよって人いる？あ、できた。Chromebook で視覚的に整理しやすいとか、スクリーンでパッて見た時も共有しやすくなったかな。研修なかったらここまで多分できてなかったと思います。どの教科でもできるのかなって思うと、活用の幅は広がっていく可能性はあるなっていうふうに思いました。表現する力とか考えるっていうことも活用によって伸ばせるのが楽しみではありますね。自分たちが興味関心持ったことを知りたいな、学びたいなって時に、ぜひこの一人一台環境の端末を有効に活用してもらいたいと、そして学びを深めてもらいたいと考えました。もう社会出ていくと何が良くて何が自分に必要か自分で選んでいく道を歩まなきゃいけないので、3年間通してルール的なものも自分の中でちゃんと培っていってくれたらなと思います。